YouTube はマジでもう毎週変わってんじゃねえかっていうぐらい変わってる。仕様が、仕様がもううざすぎる。だから大変すぎる、ついていくのが。本当だよね。うん、一番変わってんじゃない YouTube。インスタも結構変わるけど、 YouTube ほどじゃないなっていう感じ。だからあのなんだっけ、 Google で思い出したんだけどさ、うん、あの Google のさ、今 Google ビジネスあるじゃん。あるあるある。あれ口コミ今ダメだもんね。何口コミダメって？あの書けない、返信できない。え、なんで？コロナのせい、コロナのせい。あ、そう、あ、言っちゃったじゃん。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。え、何？元気？元気元気。コロナ大丈夫？そっちは。あ、そう、コロナ大丈夫。特にそんなに何外出は控えてるから。あ、やっぱそうだよね。比較的大丈夫かな。うん、もう黙ってくるよね、変えたかね。そうね。あ、あのね、今日の雑談の話のテーマっていうか、あれとして、うん、コロナの話は、あのコロナの話したら罰金1000円いこうぜ。面白くないそれ？撮ってる、これ。え？撮ってる撮ってる撮ってる。面白くないそれ？コロナ以外の？そうそう、なんかさ、あのそのルートに走ったら、うん、あの罰金1000円。いや、それいこうよ、それいいよね。そうね、そうね。だって絶対そっち行っちゃうじゃん、どうしてもね。いや、そう、だからそれを罰金制にしようっていう。だからあの、なんだっけ、Google で思い出したんだけどさ、うん、あの Google のさ、今 Google ビジネスあるじゃん。あるあるある。何口コミダメって？え、なんで？あ、そ、あ、言っちゃったじゃん。チャリーンチャリーンチャリーン。チャリ、今だって自ら来たからね。今自ら来ちゃって、 Google ビジネス。チャリ、今度じゃあ今度の旅でよろしくチャリ。やば。ハマったね、ハマったね。この企画を忘れてたね。いやいや、ダメダメダメ、もちろんもちろん、それはね、最初に契約したこう内容ですから、契約上絶対絶対言ってくんだろうなって思ってたけどね、どっかで絶対それ言っちゃうんだろうなっていうのは。面白い、面白いよ。もうさ、そう、しょうがないよ、それ。